こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。今日は、涼しくなってきた頃に、おすすめなハーフアップアレンジをやっていきたいと思います。はい、はい、今日は、ハーフアップ好きの方には、すごいおすすめなハーフアップアレンジ、はいはい、アレンジになりますので、この秋すごい流行ると思うのでぜひ参考にしてみてください。はい、それでは動画スタート。スターティング まずブラシで全体を溶かしていきます。耳の高さくらいでギザギザに取り分けます。表面をブラシで溶かしてまとめていきます。高さは耳の高さくらいがちょうどいいです。ゴムで結んでいきます。斜めに空洞を開けてここにくるりんぱをしていきます。ポップの部分をつかみながら少しボリュームを出します。そしてくるりんぱの分け目が出やすいのでここを隠すように少し引き出していきます。毛先を真ん中くらいでゴムで結んでいきます。2つに分けてくるりんぱしていきます。この後に少し引っ張って長細くなるようにします。くるりんぱした部分を少しずつほぐしていきます。後ろ側もめくって少しほぐしてあげます。1つ目のくるりんぱの空洞に毛先のゴムの部分を持って空洞に通していきます。毛先を反対側に持ってきてヘアピンで留めていきます。この下にもう一つヘアクリップをつけていきます。 32mm のコテで毛先を外羽に巻いていきます。反対側も同じように外羽に巻いていきます。オイルを3滴くらい出して巻いた毛先につけていきます。中間部分と表面にも少しなじませていきます。毛先のカールを少し裂くように
整えたら完成です。はい、はい、こんな感じで出来上がりました。はい、今日のポイントは、うん、お団子の部分です、うん、はい、くるりんぱして引き出すことによって、うん、形が綺麗に見えてよりルーズに見えるので、いつもお団子がうまく崩せない方は、うん、一度この方法を試してみてください。はい、はい、ありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。